三菱自動車は緊急会見を開き自動車の燃費を実際よりもよく見せるため不正行為があったと発表しました深くお詫び申し上げます申し訳ございませんでしたこの捜査は意図的なものである 三菱自動車は燃費を実際よりも5%から10%よく見せる不正な操作を行っていました対象車種は2013年6月から生産している EK ワゴンや日産向けに生産したデイズなど4車種で合計62万5000台に上ります不正は去年12月に日産から指摘があり先月判明しました 三菱自動車は不正な操作は燃費の性能を担当する部長が指示したとした上で経営側の指示があったかどうかは第三者の調査を行って報告するとしています